説明書をよく読んで取り付けてください。使用する工具はプラスドライバー1本です。まず上のカバーを後ろにスライドさせながら外します。吹き出し口にステーを貼り付けます。本体を下側のステーに差し込みます。カチッと音がするまで差し込んでください。エアコンルーバーを水平にした状態でフック金具を取り付けます。フック金具をワッシャー付きビスで固定します。カバーを取り付けます。サラビスで底2箇所を固定します。コースターを貼ります。取り付け後にガタつきがないか確認してください。